アントワーニ・コンブアレは、フランスの海外領土であるニューカレドニアの成長所在地、ヌメア出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。現在はリーグアン &FC ナントの監督を務めている。1982年に FC ナントからデビューし、1990年までにリーグ戦で177試合に出場した。 1990年にパリ・サンジェルマン FC に移籍。1992から93シーズンの UEFA カップ準々決勝、レアル・マドリード戦セカンドレグでは、ロスタイムに決勝点となるヘディングシュートを決め、準決勝進出に貢献した。この大会では、RSC ・アンデル・レヒト戦でも同様に決勝点を挙げている。 たびたび決定的なヘディングシュートを決めたため、キャスックドールという愛称が付けられた。1994から95シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝では、ヨハンクライフ率いるエルドリームチームの FC、バルセロナと対戦し、2から1で予期せぬ勝利を収めて、準決勝に進出したが、AC ミランに敗れて、ベスト4に終わった。 パリ・サンジェルマン FC では5シーズンプレーし、1992から93シーズンと1994から95シーズンにはクープ・ドゥ・フランス優勝を、1995年にはクープ・ドゥ・ラ・リーグ優勝を果たした。1993から94シーズンにはアルトゥール・ジョルジェ監督率いるチームでリーグ戦9試合に出場し、自身初のリーグ優勝を果たした。 1992から93シーズン以降は、アラン・ロチェ、ポール・ルグエン、リカルド・ゴメスなどが在籍していたため、コンあアレの出場機会は限られたが、しばしばロスタイムに決勝点を挙げること、ビッグゲームでも冷静に試合に臨んで活躍することから、パリ・サンジェルマン FC のサポーターの間のカルトヒーローとなった。1995年には、 スイススーパーリーグの FC シオンに移籍した。この際の移籍金は公表されていない。1996年、ロイアイトトン監督率いるスコティッシュプレミアリーグのアバディーン FC に移籍した。移籍金は30万ポンドであり、不安定なアバディーン FC の守備陣にベテランの経験値を加えることが期待された。アバディーンに FC では2シーズンで公式戦50試合に、 出場して3得点を挙げ、1998年5月にクラブを離れた。RC ストラスブール1999年、フルスパリ・サンジェルマン FC のリザーブチーム監督に就任し、4年間指揮して良好な成績を残した。しかし2003年、バヒド・ハリルホジッチ監督がトップチームの監督に就任したため、パリ・サンジェルマン FC を去り、 R.C. ストラスブール監督に就任した。2003から04シーズンは13位という、好成績を残し、シーズンを通したプレー内容も評価された。しかし、2004から05シーズン序盤は、低調な成績に終わり、アルザスのクラブを離れた。バランシェンヌ FC2005 年7月、ディビジョンズのバランシェンヌ FC 監督に就任した。 バランシェン・ヌ FC は1993年より、ディビジョンズに在籍していたが、就任初年度の2005から06シーズン終了後に、ディビジョン,アン昇格を果たした。その後も3シーズンを引き、クラブをディビジョン,アンに定着させた。2006から07シーズンは17位、2007から08シーズンは13位。 2008から09シーズンは12位と徐々に順位を上げ、厳しいクラブ予算でこのような成績を残したことで、指導者として一定の評価を得た。パリ・サンジェルマン FC2009 年5月、選手時代にプレーしたパリ・サンジェルマン FC の監督に就任した。前任者はポール・ルグエン監督であったが、コンブ・アレトルグエンは FC なんととパリ・サンジェルマン FC で共に、 プレーした経験がある。同年夏には、メブルトエルディングやグレゴリークペなどを獲得したが、2009から10シーズンは、低調な成績で、リーグ10位に終わった。しかし、クープ・ドゥ・フランスでは、順調に勝ち進み、決勝で、A.S. モナコを破って優勝した。2010から11シーズンのクープ・ドゥ・フランスでも、決勝に進出したが、ラスク・リール・メトロポールに敗れて、準優勝に終わった。 クープ・ドゥラ・リーグでは、ライバルのオリンピック・マルセイユとの決勝が期待されたが、準決勝で、モンペリエ HSC に撃破された。リーグ戦ではより良いパフォーマンスを見せ、起用できる選手が制限されたにもかかわらず4位となった。2011から12シーズンはクープ・ドゥラ・リーグと UEFA ヨーロッパリーグで、早期敗退を喫し、リーグ戦では首位に立っていたにもかかわらず、コンブあれは、 スポーツディレクターのレオナルドによって解任された。後任には AC ミランやチェルシー FC で監督経験があるカルロ・アンチェロッティが就任した。RC ランス二千十三年6月十八日、RC ランスの監督に就任した。ギャンガン二千十六年五月三十日、EA ギャンガンの監督に就任した。ディジョン二千十九年一月十日、ディジョン・フコの監督に就任した。 トゥールーズ2019年10月14日、トゥールーズ FC の監督に就任した。2020年1月5日、同チームの監督を解任された。ありがとうございます。